おはようございます。はい、おはよう。今日は何言っとく？そうですね。じゃあ、ゆかりさんが夕べ見たやつで。じゃあこれだけど。おっと、ちょうど2が公開されてますね。そうそう、それで見直してたのよ。なるほど、見たことある？いやまだですけど、確かラッセル・クロウが剣闘士奴隷になっちゃうやつですよね。そうそう、じゃああらすじ言っとく。おなしゃす。舞台は西暦180年の古代ローマ帝国。主人公はローマの将軍、マキシマス。演じるはラッセル・クロウ。ふんふん。彼は皇帝と共にゲルマニアで現地民との決戦に挑んでいた。ゲルマニアっていうとドイツとかあの辺りですか？そうそう、戦いはローマの勝利。皇帝の息子コンモドゥスも駆けつけ、戦勝を祝うローマ軍。ふんふん。しかし、皇帝に呼び出されたマキシマス。なんだ？ユウ、皇帝ついちゃいなよ。はい？実は皇帝は帝政をやめて、共和制に戻そうと考えてたのよ。なのでその前段階として、野心満々でいまいち資質に欠ける息子より、平民出身のマキシマスに帝位を譲ると。いや、それ大丈夫か。さすがにマキシマスも即答できず。そりゃそうだ。で、皇帝はさらに息子にもそれを告げちゃう。いや、それ絶対ダメなやつ。切れた息子皇帝を考察。で、病死と発表。マキシマスに、俺に忠誠を尽くせ、と迫るも。だが断る。あ、それで将軍から奴隷にされちゃう。と、思うじゃん。あれ？この衛兵に連れて行かれて斬首されることに。おいおい。だがしかーし、マキシマスは将軍だけど、自ら敵陣に突撃して大暴れする猛将。この衛兵ごときが叶うわけもなく。マジか。単身脱出して故郷に戻るも、妻と息子はすでに処刑。あちゃー。疲労とショックで崩れ落ちた彼は、旅の奴隷商人に拾われて。あ、それで剣闘士奴隷として売られると。そういうこと。で、地方の闘技場で戦いの日々を送るんだけど。なんせめちゃ強だから、あっという間に人気者に。おう。でも、ある意味自暴自棄になってたんだけど、そんな彼に雇い主は、ローマでトップ剣闘士になったら、皇帝に謁見できるで。干したら奴隷から解放されるで。へえ、自由になれるんだ。しかし彼はそっちより、皇帝に謁見できるってとこに食いつく。あ、もしかして。そう、復讐できるやん。やっぱりか。一方その頃ローマでは、新たに皇帝となったコンモドゥスは、民衆の支持を得るために、当時ローマでは禁止されていた、剣闘士試合を復活。しかも毎日興行させてたもんだから、剣闘士奴隷が不足気味。おう。こら儲けるチャンスや、とマキシマスの雇い主も一団を率いてローマに向かう。さあ、剣闘士奴隷となったマキシマスは、復讐することができるのか、って話。なるほど。ではゆかりさん的には？私は大好き。ラッセル・クロウだし？そうそう。すべてを失って絶望したイケオジが復讐のために復活。王道だけど、いいわ。はいはい。それも武力一辺倒じゃなくて、将軍だけあって頭もいい。ほう。歩兵部隊対チャリオット部隊っていう企画に出されるんだけど。チャリオットって馬車の戦車でしたっけ？え、どういうこと？昔の戦場を再現ってやつで、本来は歩兵がチャリオットに蹂躙されるのを楽しむ出し物なのよ。うわ、最低だ。で、それの歩兵役にされちゃうんだけど、そこでみんなを指揮して逆転しちゃう。これには観客も大盛り上がり。マジか。それでその戦闘シーンも迫力満点でね。冒頭のゲルマニアでの戦闘から始まって、このコロッセウムでの戦いもすごい。ほんと、映画って感じで、いいわー。まあちょっとカット割りのテンポが早いから、疲れるかもだけど。おう。上映時間は長いけど、いい感じで見せ場が続くから全然退屈しない。おすすめ。なるほど。よし、2も気になってたし、見てみるか。じゃあ DVD ね。おなしゃす。